新井岬。先端は、新井岬灯台と新井岩。新井岬新井岬の位置地図新井岬は、北海道車庫丹郡ン群シ町大和上岬町に、ある岬。車庫丹半島北西部から、日本海に突き出している。ニセコ車庫丹をたる海岸国定公園に属している。車庫丹半島にある岬。岬の付け根にある駐車場から、先端部までは、 尾根沿いに整備された、チャレンカの道と名付けられた遊歩道が整備され、徒歩20分から30分ほど。遊歩道の高台からは、左手の行く手方向に起伏に富みダイナミックな景観を作る新井岬の景観が、右手には水無しの縦岩が望める。先端部は、岩山がそのまま海へ落ち込んでいく、断崖絶壁になっており、400メートル沖きには、 新伊岩という高さ41メートルの岩礁がある。遊歩道最先端付近からは周囲300度が見渡せ水平線が丸みを帯びて見える。シャコタン半島は北海道で唯一の海中公園に指定されているが、その海の青さはシャコタンブルーと表現されることもある。貴重な動植物の宝庫ともなっており、夏にはエゾ肝臓が咲き乱れ、冬季には 大足やおじろ足も見られる。真意とは、アイヌ語で、神を意味する。古くは、オカンムリミサキ、オカムイミサキとも呼ばれた。真意ミサキは、海難事故につながる暗章が多く、魔の海とも呼ばれる、海上交通の難所として知られていた。車庫丹調子によると、和人女性が、真意ミサキを通れば、渡積の怒りを招き船が遭難し、漁業も、不審となると伝承され、 江戸時代に、江戸地を支配する正木藩は1691年から、新井岬より奥への和人女性の立ち入りを禁止していた。日高地方の愛主町の娘、ジャレンカが、源の義経を慕ってこの岬まで、義経一行の後を追ってきたが、すでに海の彼方へ去ったことを知って、身を投げ、新井岩になったという言い伝えがある。ジャレンカが今はに、 浮上を乗せた船がここを過ぎぐれば複没船と叫んだことから、三崎一帯が女人近世の地になったとされる。源の義経不死伝説も参照。もっとも現実は、和人が三崎から奥地へ定住することで、二診領をはじめとした権益を損なうことを恐れた、正木藩による規制と考えられている。現地の民衆が信じていたタブーを、正木藩が利用したとも推測されている。 新井三崎北へ、二神療で稼ぎに赴いた夫や恋人の男と、会えない、辛さを呼んだとされる歌が、餌いわけにあるほか、おたもいじ造村は、北前船に密航した女性が、海が荒れたことに責任を感じて飛び込み、漂着した水死体を供養するため建てられたと伝えられる。江戸幕府は幕末に、江戸地を直轄地下し、1855年に、女人金星を説いた。 箱館武行所役人の梨本八五郎は、江戸地北端の宗谷へ赴任するため妻を帯同して、新井三崎沖を通過した。その際、征夷大将軍徳川家貞の家来として、訓命で通るのに、どうして、神罰を受けねばならぬのかと叫び、三崎へ向けて、鉄砲一発を放った。これが、迷信田派のきっかけとなって以後、三崎の北側への移住が進み、集落が形成された。 また、日露戦争時には、ロシア艦隊の来襲に備えて監視所が設けられていた。1940年8月2日、沖合で、シャコタン半島沖地震、または、新井岬崎沖地震と呼ばれる、M7.5 の地震が発生した。岬崎近くの駐車場へ至る道路は、国道229号から分岐している。バスによるアクセスは、4月下旬から10月下旬のみ可能。 以下、バス参照。シャコタン、ガイドハット ABCDEFG、字、e、を尋ねて1855、女人近世の解除真意三崎名神砕いた、銃声一発、北海道新聞日曜長官別釣り2019年11月10日、1から2面真意三崎周辺マップ、シャコタン観光案内、銀条百戦2007から 2008P34、 明治21年低新賞国時代157号。ありがとうございます。